外位とは、律令制における、異界体系の一つ。中央の貴族、官人に与えられた内位に対して、冒険とみなされる。日本の外位制は、白木の制度を真似て遅くとも、天武天皇の時代には成立していた長が、この外位は発色の制による、貴族、皇族層の再編成によって一旦は姿を消す、こととなる。大法律令制定時において、 当の資品性を参考とする形で復活する。日本では5位から5位までの5階にそれぞれまっさしげ、上下が付され、合わせて20階で構成された。これらは主に地方豪族や農民などから、軍事、軍機、国博士、国医師などの地方の在庁官人に登用されたもの及びエゾ、ハヤトなどの有効者を授与の対象とした。また、養老6年以後には、辺境防衛や、 漢字造営のために資材を提供した者に対しても、授けられるようになった。内倉と外倉の最大の違いは、内倉は主に古くからの有力豪族に由来する、中央貴族に与えられ、3以上の苦業に上り、県管につくことができるのは、内倉を与えられた彼らだけであった。一方、外倉に除せられた者は国画において内倉を、 与えられて地方に派遣された中央貴族出身の国士の下で刺激され、外くらいに4位以上がないことでも明らかなように、決して内くらいを与えられた中央貴族にとって変わることはできないように位置、付けられていたのである。外くらいの性格に活気を与えたとされるのが、人気5年3月28日の核である。これは中央の官人に対してその羊、門地。 生によって、小6以上以後の昇進経路が分けられた上に、外くらいの語位の処遇が、内くらいの語位に対して、遺伝、威力は半分と規定されるなど、事実上中央貴族に止まる層とそこから除外される、層に隔離するものとなった。すなわち、生六以上から直ち十5位下に昇進する、もの、外15位下に昇進する、もの、一族内部の立場などによって、両方の可能性がある。 少数の例外に分けられるようになった。これによって、内海コース及び内、外領海コースに泊まれた生死は、権力の中枢を構成していた少数に泊まり、大半のものが外外コースとされて、中、下級官人として、生涯を送ることが決定づけられたのである。これを、内、外海性あるいは、内、外ご異性などと称する。天平17年頃に、うち 外海生の整理が行われた結果、所属する姓が正と、阿蘇及び宿根の宇宙力門地に内海コースを限定して、それ以外の宿根及びそれ以外の姓は、外外コースという原則が立てられた。平安時代中期以後、外外コースを歩む、中、下官の人相が事実上消滅し、外くらいが与えられる例は、稀となるが、形式的には、室町時代頃までは、 外くらいの概念は残されていたと考えられている。ありがとうございます。